日台の大物ゲストの方々をお招きして日本台湾の文化の差についてお話ししていきたいと思います。もちろんトークだけではなく絶品グルメ、さらにはウーイーペイさんが陣内智則さんに台湾語も教えちゃいますよ。番組最後には番組から台湾でのお笑いライブが控えている陣内智則さんへマッサージもプレゼント。それではびっくり台湾始まるよ。びっくり台湾マジ。さあ始まりました、びっくり台湾、司会の高志です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、大物ゲストの方にお越しいただいております。そして突然ですけど皆さん、僕ですね、台湾に住んで6年目になりまして、はい、ちょっと6年経ってですね、台湾と日本ちょっとどちらも母国のように感じてきて、ちょっとどっちにいてもちょっとこう慣れないことが出てきてしまいまして、例えば台湾にいるときはこう料理の中にやたらパクチーが入ってるのと、で日本にいるとちょっとこう台湾には路上にゴミ箱があるんですけど、日本だと路上でゴミ箱がなかなか少なくて、ないですね、ちょっと困るなと思うことがあったりするということでですね、本日のテーマはですね、日台の文化の違いを皆さんとお話ししたいと思います。そして今日はですね、もう大物ゲストの皆さんにお越しいただいております。フェイフォアブドウ、もう余計なこと言わずにね、早速紹介していきたいと思います。芸人の世界に入り、アンリミテッドというコンビ名で夢を追い、あれから30年、今はピン芸人、アンリミテッドというタイトルでアジアツアーに挑むお笑いタレント陣内智則さんです。はじめまして。你好。我是全全ね自ず自ず自ず全ね自ず。陣内智則、日本のお笑いタレント、12月に台湾で単独ライブを行います。はい、いや、初めましてですよね。初めまして、よろしくお願いします。もう今着いたとこなんで。そうですね、お聞きしました。今着いて、来たら本番です言われて。こんなにすごいですね、こういう番組。いや、お願いします。いや、もう皆さん初めましてで、よろしくお願いします。あれですよ、挨拶も特別に今日あれですか、勉強してきてくださったんですか。いや、自分の名前がやっぱ難しくて。あ、まあそうですよね、やっぱり陣内智則ってね、言ってきたんで、こんな違うんだっていう。そうですね。でもあのアジアツアーをねやらせてもらうんで、はい、ちょっと今勉強中というか。素晴らしい。はい、ちょっとまず台湾の文化をね、知りたいなと思いまして。はい、じゃあ今日お願いします。あの、楽しんでいただけたら。はい、ありがとうございます。お願いします。そして2人目、この方 もめちゃめちゃ大物ゲストです。もう台湾の皆さん絶対ご存知、台湾でもタレント業、女優業、もうね数々の経歴をお持ち、そしてですね、通称イベントの女王とも呼ばれているウーイーペイさんです。よろしくお願いします。パティと申します。よろしくお願いします。お願いします。ウーイーペイ、台湾の女優、タレント。ウーイーペイさんといえば、第58回ゴールデンベルアワードでたかしとプレゼンターを務めたのも記憶に新しいですね。今回初登場のウーイーペイさん、私生活のお話もお話ししてくださいますよ。かわいい、中国語喋ると、あ、日本語喋るとかわいいですね、本当にもう、本当にありがとうございます。あまり日本語を使わないんですが、今日もしあの日本語ができなかったら、助けてください。わかりました。嫌です。上手ですよ。めちゃめちゃ上手だね。まだまだです。パティさん、はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして3人目、こちらもですね、我々びっくり台湾ではおなじみの、リーベンジ AJ 純子さんです。よろしくお願いします。モニュルンズ、你好你好。純子、びっくり台湾ではおなじみの台湾で活動する美魔女タレント。こんにちは。はい、よろしくお願いします。純子さん、大丈夫ですか？緊張してますか？だからもう、あの、今日も陣内さんに知ってくれてんですか？いや、陣内さんにお会いできると聞いて、私、昨日の夜寝れなかったんですよ。いや、本当本当に、嬉しいですね。陣内さん本人は、はい、とても かっこいいです。おー、本人は、本当ですか？本当です。知ってくれてましたか？ドキ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 、知ってますよ。マジですか、嬉しい。すごい人気ですかね。人気です、本当ですか。日本の番組と、うん、あの YouTube でみんな知ってますよ。日本の番組はよく見てくれてるんですよね。そうですね、放送されてるので。そうですね、まあ、陣内さんといえばね、数々のレギュラー番組もお持ちでして、明石家さんまさんですとか、台湾で人気 の、 あの南原清隆さんとかと一緒にね、ご一緒にお仕事ね されたりとか、はい、あとは映画ドラマでも俳優業で、いろいろ活動されてまして、うん、台湾で人気 の、 、はい、あの映画ですと、9番目のプロポーズ。あ、59番目。55番抜けてた。いやいや、59番目。いや、全然いいんですけど、あの、はい、この番組ちょっとあの間違えた時にこれで叩くっていう。いや古いタイプや。お願いしてもいいですか。古いタイプ。お笑い芸、ほとんどお笑い芸。昭和よ、こんなん。古いわ。スタッフが昭和志向なんで。いや、古い。昭和時代。なかなか。
ベリラの、いやいやいや、ちょっとやらせてください。今配線使う場合そうですよね。ありがとうございます。古い台湾も光栄、本当に光栄ですね。そう、59番目のね、プロポーズですとか、はいはい、数々の映画ドラマでも活躍されている陣内ですけれども、はい、先ほど純子さんも言ってたんですけど、うん、僕は実は本当に本当にあのエンタの神様毎週見てたぐらいのドンピシャ世代なんですよ。もうでテレビでなんかお笑いをこうね、あ、嬉しい、もう大好き世代なので。純子さんは日本、はい、はその時日本にいてあったんですか。はい、そうです、そうです、日本に住んでました。今台湾に来たのは、今台湾に来て15年ぐらいですね。じゃあちょうどエンタもやってましたね。そうです、やってました。嬉しい。僕中学時代がちょうどエンタの時代で、毎週それ見たくて待ってて、で陣内さん出てこないと、うん、なんで陣内さんいないのなんで今週陣内さんいないの。嬉しい、それでも言うてくれる人たくさん。それくらい好きでした、はい、だから当時めちゃくちゃ斬新じゃなかったですか、うん、あの映像使ったりとか、はい、そうですね。まあそう、確かに言われました。笑いのニューウェーブって言われてました。そうです、そうです、面白かった。いや、あれからも年 も取って30年経ったんで、今は、はい、見てたというか。え、イペイさんもあれですよね、陣内さんご存知で。あの陣内さん の、うん、あの YouTube のネタを見て、うん、はい、面白いなと思って、好きです。例えばあの回転寿司とか、回転寿司、あとカーナビ、カーナビ、はい、私あのだから、はい、もしカーナビそう言ったら、うん、陣内さんと同じ喧嘩するよ、うん、喧嘩する右です、右です、今です。よく知ってくれてますね、はい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ見に来てくださいね。はい、はい、行きます、もちろん。お願いしますね、ライブの方に。陣内さん、ちなみに今回台湾は初めて、はい、いや、僕ね、聞いたらね、はい、12年前に来てるんですよ。そうなんですか。はい、でもそれぶりですね。その時はだから、9分の方に行かせてもらったりとか、はい、でも12年前で多分結構いろいろ変わってると思うので、いや、確かにあんま覚えてはないですけど、はい、台湾のあのいわゆる千と千尋の街並みみたいな綺麗な街並みは行ったのは覚えてます、ロケで。え、ちなみに今回はご旅行とか。いや、今回は旅行じゃないですよ。今回はもうなんていうんですか、その台湾ライブに向けての、うん、まあ、プロモーションというか、プロモーションの今これです。ああ、そうですね、ライブやらせてもらいます。ちっちゃいですけども、はい、12月3日にね、台北ライブをさせてもらいますんで、その告知も皆さんにしていただこうということで、楽しみですね。楽しみですね。はい、そうなんですよ。だからでも台湾は大好きなんですよ、本当に。食べ物も美味しいですし、だから日本のこと、日本人のこと皆さんすごく好きでいてくれるじゃないですか。すごく親日で、親日ですよね。日本人って分かると日本語で話しかけてくださる。ですよね。だから日本人も台湾の人が大好きですし、なんかすごく来たかった。あ、本当ですか。うん、あ、よかった。そしたら今日ちなみにですね、はい、あの陣内さんをお迎えするためにですね、はい、特別にこのお店が台湾式居酒屋と言いまして、中国語でラーツァって言うんですけど、このお店に来ましてですね、はい、そのお店はあの1階に、後でまた行った時に見ていただいたんですけど、はいはいはい、1階にですね、水槽があったりとか、うん、こう円卓のテーブルがあるっていうのが台湾の居酒屋スタイルでして、こちらですね、特別に今日いろいろともう台湾の料理をご用意していただきましたんで、あんま見たことないですね。そうですね、分からないと思うんで、今日はですね、シェフの方もお呼びしております。はい、いろいろ説明していただきたいと思います。アンスーフ、よろしくお願いします。欢迎欢迎，这边。你好。チャオゴアン、台湾オリジナル料理の専門家。前回アンシーフの一日弟子を体験した高志部長。まだ見てない人は YT でチェックしてみてくださいね。アンシーフ、今日はよろしくお願いします。这个可以帮我们介绍一下这些料理吗？哦，可以啊。像这一盘呢，这是野生的螺肉，花东那边的原住民帮我们抓的啊。螺肉的部分就是瓜牛，它是カタツムリ，カタツムリ，原住民が捕まえたカタツムリ。耶耶耶，その辺のカタツムリ？哎呀，耶耶耶，食べれるもの、食べれるもの。这个瓜牛处理好，就是抓到的时候还要必须养殖，养那个地瓜叶，把它养殖三天，然后之后再让它体内新陈代谢，然后才来做料理。ベジタリアン。ベジタリアン。いや、カタツムリあんま食べないな。そうですよね。ジュンコさん大丈夫ですか、カタツムリ。あ、私言われて初めてカタツムリなんだって気づきました。今まで私あの普通にあの海の貝だと思って食べてました。確かに貝っぽいですよね。美味しいですよ。美味しいですか。いただきます。果たしてその味はいかに。うん、おいしいですか。おいしい、おいしい、おいしいってなんて言うんですか。好吃、好吃、好吃、好吃。これは
カタツムリって言ってほしくなかった知らないでしょ。知らなかった。美味しい。これは台湾でよく食べるんですか。这是常吃吗？台湾常吃的吗？诶，台湾人也会喜欢吃，还有香港人也会喜欢吃。哦，台湾人，我曾经也有炒给德国人吃，然后那时我不知道瓜牛怎么讲，因为他也不会讲嘛，他英文我又不好，我那时候还跟他讲说，他说 What is this? It's delicious。然后我就想说，这很好吃，这是什么？我就说 Look me。It's a inside walk slowly。那样，我告诉你，我也是。説明しながら。アンシーフが言うには、こちらのカタツムリは薬を一切使用せず料理されているため、口当たりがコリコリしておりとても美味しいそうなんです。リナ、説明なんか気になるものとかあります？でも真ん中なんですか？イカですか？これはイカ。これはイカ。これは澎湖の小卷、然后我把它做那个像蒜酥小卷，就是有点像港式的避风塘，油温高的情况下下去把它锁住，所以它会有点外酥内嫩，可以吃到它的原味，还不错。好，谢谢。对，いただきます。好吃，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 さすが。好吃，美味しい、好吃。美味しい。美味しい。やわらかい。新鮮ですね。なんかビール飲みたい。なんかビール飲みたい。ビール飲みたい。ね。ちょっと下酒の好料理。なるほどね。わかりました。じゃあ、アンスム、如果在我们想想了解的话，再跟你说一下。可以啊。谢谢。你还可以来做一日学徒。我再来，我再来一下。好了好了，谢谢安师，谢谢安师，谢谢谢谢，ありがとうございます。はい、で今日はですね、このラウスオディーズにですね、陣内さんでと一緒にですね、日台文化の違いについて話していきたいんですけれども、はい、ちなみになんですけれども、お隣にいらっしゃるイーペイさんがですね、2023年の8月に日本人の方とご結婚をされました。おめでとうございます。綺麗です。ありがとうございます。すごく可愛い、綺麗な方。イーペイさん、どうですか、どんな旦那さんですか。どんな旦那さん、優しい、優しい旦那さんで、前と付き合った彼氏と全然性格が違います。そうなんですね。そうですね。旦那さんがこちらのね、お二人で写真撮られてるんで、まあ、8月にね、ご結婚されたと。これの手紙っていうんですよね。私の字、あの、かわいい。本当に綺麗です。台湾に出会ったんですか、旦那さんと。はい、ある年のクリスマスパーティーで出会いました。知り合ってどれくらいでご結婚されたんですか。13年。長いですよね。13年付き合って。13年、何がきっかけで結婚したの。きっかけ、豚汁。豚汁、豚汁、はい、豚汁。何ですか、豚汁って。だって、あの、旦那さんの豚汁、作った豚汁は、それが一番美味しい。旦那さんの豚汁が美味しかったんだ。はい、だから、結婚しましょう。すごい。13年の決め手が豚汁。豚汁で結婚されて、この手紙を書いて、ね、ちょっと読ませていただいてもいいですか。いつも応援してくださってる皆様へ、この度アキラとウイペは結婚いたしましたと、ご報告させていただきます、私たちらしく目いっぱい楽しみながら、2人で温かく充実した時間を過ごせるよう、共に人生を歩んでいきたいと思っております、これからも温かく、温かく見守っていただけると嬉しいです。素敵な文章でありがとうございます。新婚さんですね。はい、ちなみにこの生活する上で、何かこう日本人と台湾人の文化の差みたいなのあったりしますか。たくさん違いがあります。CM の後、ウーイペイさんが感じる新婚生活での文化の差を大暴露。我们都在挑这么大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。この生活する上で、何かこう日本人と台湾人の文化の差みたいなのあったりしますか。たくさん違いがあります。例えば、お箸の使い方。違うんですか。違いますよ。違いますよ。中国の方もお箸一緒じゃないの。ある日、あの、旦那さんとデートするとき、あの、私は鶏肉が美味しいなと思って、あの、旦那さんお箸、ちょっとテーブルが遠いから、お箸で、あの、肉で、あの、旦那さん
パスパスしたお箸とお箸でパス、はい、旦那さんとあのお箸キャッチキャッチ、旦那さん超惹かれた。あ、ダメ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 、そう、それは確かに日本人はダメですよね。そうですね、好像在日本是在什么火葬场捡骨、そう、火葬場で行う、そう、火葬場でね、あの遺骨を取る感じのね、うんうんうん、あ、そういうの分からないんですね、台湾の方は。台湾人はあの情熱、うん、情熱だからみんなシェアしたい。あ、優しさやもんね。うん、シェアの文化があります。だから全然違います。それそうなんだ、すごいシェアの文化、情熱的で、たまにおじさんがそのまま使った箸でこうやって渡してくれました。あ、すごい情熱的で、おじさんが口入れてたよねと思いながら、ありがとうございます。エビもない、エビを剥いてくれるんですよ、はいはい、でもこう、口に剥いたやつをくれるよね。何ですか、ゾワーっとしますよ。これ、それはでも優しさなんですね。優しさ、いや、それきついな。でも台湾人からしたらそれは別に、それは普段のこと、普段のお母さんもそう、剥いてこうチュパ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 舐めた、またその手で剥くっていう。でも知らないおじさんはちょっと、おじさんは怖いです。いや、それすごいな。あ、まあ情熱という言い方をしたらそうなんで、はい、優しさ、情熱、はい、強すぎるかもしれない。強いな、確かに。ちなみに純子さんは逆にその、はい、台湾人の旦那さんがいらっしゃると思うんですけど、はい、何かこう、うん、文化の差みたいな、うん、あ、最初はあれかな、喧嘩した時、うん、喧嘩した時、うん、日本人だと喧嘩したらもうお互い冷静になりたいから別の部屋に行くとか、うんうんうん、こう黙るじゃないですか、ね、うん、でも台湾の人ってもう徹底討論が始まるんですよ、言わなきゃわからない、そう、言わなきゃわからないから言ってくれっていうのが、もう喋りたくないのに喧嘩してて、はい、なのにそれがもうずっと続くっていうね。あ、時間置いてとかないんですね。ないです、もう徹底的に徹底的に話し合いましょうっていう。じゃあでもそういう風に仲直りするのも早いってことですか。そうですね、ただそのやっぱり喧嘩の内容ってすごいくだらないじゃないですか、ね、喧嘩の内容って。だからそんなに話し合わなくても次の日には忘れてるような内容なのに、そこまで話さなくていいじゃないっていうのもあります。なるほど、はい、なんかよく台湾人の男性って優しいってよく言う。優しいです、うん、なんかその優しさに関してなんか、日本人の男性が絶対真似できないなと思うのが、はいはい、送り迎え、送り迎えってもう絶対してくれるんですよ。はい、なので自分が仕事に行く前に彼女の家まで迎えに行って、彼女をまず会社に送り、そして自分は会社に行く、うんうん、帰りもですよ、はい、仕事が終わりました、彼女の会社に迎えに行って彼女を家に送ってから僕は家に帰ります。 それって結構普通なんですか。特別優しすぎるじゃなくて、みんな普通ですよ、みんな、あとあれ無理やん、崩れる、崩れるでしょ。台湾違い、違いですから、家が、いや家が違い、違いが大丈夫、そういう理由だ、あ、近いっていう。え、でもあれだよ、ジーロンから台北をしてやってくれるよ。近いよ、近いよ、あ、30分ぐらい。あとはあの台湾の男性は絶対、うん、あの女性のカバン持ってくれますね。持ってくれます。無理ですか。いや、無理だ、ね、いや、それ荷物いっぱい持ってたらそれは持ちますよ、さすがに、はい、でも彼女のバッグを、そう、あの可愛いちっちゃいカバン持ってあげるようはないです。赤いカバン。色関係ない。はい、色は関係ない。色は関係ないですね。彼女のバッグはさすがに、そのないっすよね。習慣がないですもんね。習慣がない。なんか優しすぎて気持ち悪いと思われるかもしれないとか。逆にこうなんか陣内さん的に日本人男子はここがいいよ、うん、もしくは陣内さん俺はここがいいよってとかあったり。これね、日本人男子の前これ良くないとこかもしれないけど、その、はい、日本ってこう言わない良さっていうのがあるんですよ。ああ、分かります。日本人の、まあ、いいとこでも悪いとこでもある、そう、伝え、言わんけどその示してるから見といてっていう、だから好きとか、うん、愛してるとか、うん、まあ、言わない、うん、言えない、うん、言わないけどちゃんと思ってるよっていう、うんうん、愛情表現の仕方ですね、仕方とかね、はい、いやでもそれはダメなんですね。言わないですね、やっぱり言った方がいいですよね。はい、そうですね、まあそうですね、さらにしかも台湾人女性情熱的ですからね。情熱的なんだ、よりね、やっぱりこうしっかり親密に。日本でもよく台湾の方が日本の方好きになりましたよね。じゃあ台湾の方が日本の男性、ね、旦那さん日本人じゃないですか、です、ね、いや綺麗な人多いし台湾の人って、そうですね、ね、でもなんかやっぱり日本人ってやっぱちょっと
外国の方にちょっと引きを取ってしまうというか、ありますね、なんかそこがまずあるから、間違いないですね。僕ちなみになんですけれども、僕自身も前に元カノが台湾人だったんですね、ちょっとその時に生活してる中でちょっと文化の差がありまして、これもしかしたら人によってちょっと違うかもしれないんですけど、僕がまあちょっとすいません食事中で汚い話なんですけども、僕がちょっとこう座ってお手洗いを用を足してる時に、まあこう足してて、こっちもうすぐだなっていう時にですね、その元カノが普通にガチャって扉開けて入ってきたんですよ。で、と思って、しかももうすぐなんだけどと思って、まあ、キュッて引っ掛けたじゃないですか。でもそれを閉めてなかったの？違う違う、理由があって入ってきた。その理由が入ってきて、で入ってきたら台湾の僕が住んでいた当時の家が、日本のユニットバスみたいな感じで、風呂、トイレ、洗面台が全部一緒の場所で、洗面台で彼女は歯を磨かった、磨きたかった、で入ってきて、僕座ってる状態で普通に目の前撮ってて、歯磨くよって言って普通にこう入って歯磨き出したんですよ。で僕俺用足してんだけど、ここで日本でもそれはこっちも、まあできなくなるよね。そうなんですよ。向こうも嫌なはずよね。そうだと思ったんですけど、ちらってこう顔見たら普通にこうやって歯磨いてるんですよ、まあまあ、何この状況と思って、でまあそのままさーって出て行って、僕はそのまま何だったんだろうと思って、次の日に台湾人の友人たちと話したら、普通じゃないみたいな、何か変なことあるっていうことを言われて、台湾だとこれが普通なんだと思って、だから台湾の方は人にいる中でもこうね、健康にね、こういろいろなことあれなんだなと思って。多分日本のトイレと洗面台別々ですもんね、別々ですよね。まあ別々ももし一緒もありますよ、もしユニットバスって言って。台湾は絶対一緒。ああ、そうなんですね。だから多分しょうがない、ね、だからそれが慣れちゃってるってことですね、皆さん。でも私寂しいから。寂しいそう、なんか相手の人がトイレに行ってる時は絶対見たい、見たい、トイレの中で見たい、見たい。そうだからガラス張りのとこに引っ越したの。見たいから。トイレがガラス張りなんですよ。だから見えるじゃないですか。いやいや、嫌でしょ。今性癖でしょ。見られるのもいいんですか。見られるのも平気。それから勝手にしてください。はい、そんな話しに来たんちゃうんですよ。そうですね、そうですね、宣伝ですか。ちなみに陣内さん、はい、先ほど、台湾人女性も綺麗という話もされてましたけど、はい、これなんか台湾に関するイメージっていうのは他にあったりしますか。台湾、まあやっぱり台湾の小籠包とか、夜市とかもある。あ、夜市、あとなんか、ランタンみたいな、あ、そうですね。なんかだからなんか映えるスポットが多いっていうイメージ。そうですね、そうですね、確かにそうですね。なんかああいう建物も好きなんですよ。台湾っぽい建物あるじゃないですか。お寺みたいな。お寺と、いや普通のマンションとかも僕なんか好きなんですよ。あ、あの外に室外機のとか出る、なんかこの生活感が結構バーってあるマンションみたいなのじゃないですか。はい、あります。アパートみたいな。昔からああいうの好きで、なんかローカルなホッとするというか、あ、多分自分が昔住んでたところにちょっと似てるのかなとか。でも確かによく台湾って昭和の日本に似てる、昭和の日本みたいな言われるので、もしかしたらなんかそういうとこをバーって見るのも好きなんですよね。なるほどね。なんか落ち着くみたいな街並み、素敵です。あ、別にまずも、女性、女性が綺麗なっていう、スタイルですね。スタイル、スタイル、たまに YouTube とかでも流れてくる台湾のチアガールみたいな、あ、あ、はい、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。やっぱスタイル、スタイル、スタイル、スタイルかい、スタイル、顔も可愛い、顔も可愛いけど、スタイルも、スタイルもいい。それ何なんですかね。気候なんですかね。湿気とか。何湿気が多いって。肌が綺麗とかね。あの、逆に聞きたいの、僕はやっぱ台湾で来た時にその9分分かるんですけど、はい、あとここいいよとか、なんかおすすめ、日本人って意外と知らないんです。台湾って言っても、ね、あれ何しようみたいな、もうご飯食べるとこよね、ぐらいの感じ。それこそ台湾人のイーペイさん、なんかおすすめの、ここ行った方がいいよみたいなとこ、いいところ、台湾、おすすめのここ、来るなら来たらここどうとか。海辺、海辺、海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 、台湾の海汚いよ。汚い、汚いよね。綺麗、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 海もあります。でも確かに南の海はすごく綺麗です。海のイメージ。101。101っていうとこあるんです。でもみんな行かないよ101。なんでそんな攻撃するんですか、イーペイさんは。台湾で海、
因为那个变贵了。哦，变贵。对啊，チケット高い。チケット高い。あ、チケット高い。あ、101っていうなんか日本東京の東京タワーみたいな。あ、東京タワー。あるんだ。シンボルみたいなものが近くにもあったんですよ。で、もしよければ。あ、行ってみたい。台湾ってそこまでね、やっぱご飯ぐらいの感じしかなかったんで。そうですね。皆さんせっかくなので料理を食べながら食べましょう。そうですね。何か気になるものありますか？どうですか？僕これがやっぱ何気になる。じゃあちょっとアンスフー、フェザーごらいま。アンスフー、拿了干嘛？真的干嘛啦？为什么啦？今天吃素的很累耶。你是师傅嘛？要介绍料理啊？当然嘛。啊，好啊。哎，师傅，那个郑奶奶想了解一下这道菜。这道菜是底下是用米粉，然后我们把它取名叫炸弹米粉。米粉。对啊，上面的话是用五颗蛋去煎，就是像阿嬷那外婆那时候煎蛋的那种概念，就是有古早的香味，然后蛋黄没有熟。你只要把蛋用开来，蛋黄蛋液流到米粉里面，这样一起吃，它会有一个不一样的口感味道。いただきます。いただきます。嗯，哦，嗯，嗯，好吃，好吃，嗯，好吃，好吃耶，嗯，好好吃哎，嗯。癖があるのかなと思ったら全然ない、うん、どの料理も、うんうん、麺もすごいもちもち、うん、おいしい、先生、先生、先生、ありがとう、口、うん、在那我要离开吗？对啊，还要打我？等一下再叫我，就再打，啊，可以啊，好了，没问题。さらにこちらには数多くの日本の雑誌でも紹介されていることから、多くの日本人観光客も訪れるそうなんです。良心的な価格やメニューの豊富さから食べた人みなファンになってしまうそうなんです。もしアンスーフーの絶品グルメを食べてみたい方、ぜひ訪れてみてくださいね。絶対に後悔しませんよ。ちなみに陣内さん、はい、今回あの台湾のツアー、はい、アジアツアーされる上で台湾に来る際に、はい、何かこう中国語勉強されたとかあったりしますか？このいや今なんかネタの方を、はい、あのちょっとまあ教えてもらって覚えてる段階ですね。はい。ちなみに何か今の段階で見せられるものあのね、はい、あのこれ伝わるかどうか聞いてもらっていいですか？うん、ああ確かに。CM の後、陣内智則さんが練習中の中国語でのネタを世界初披露。先で一下。明天。今晚。你有空来开房吗？挑战吧大神麻将手游即刻下载。哎，对了，还有台湾好吃信有 IG 跟 FB， 也欢迎大家的追踪跟安个赞哦。あのね、はい、あのこれ伝わるかどうか聞いてもらっていいですか？ああ、確かにそうです。明天。明天，完了！那你们来了？那你们来了？明天有保龄球也会先练一下。明天有保龄球。哦。保龄球也会先练一下。哦哦，明天有保龄球也会先练一下。那你把你先练一下。明天有保龄球约会，先练一下。啊，不给我讲。明天有保龄球约会，约会。先练一下。哦，有这样。いや、その入りからこうやって勉強、まだもうずっと聞きながら勉強してるんですけど、勉強というかもう暗記。あ、暗記になりますよね。いや、本当に中国語難しいと思うんですけど。まあもうなんかね、まあまあまあ。Yes。馬とかお母さんとか。あ、そうです。馬と馬、馬は馬。馬。馬は。喧嘩？罵るの罵。音によってちょっと同じまでも。罵ると馬もあってお母さんもある。そうです。なんでお母さんもそこに入れてくる？そこで
が俺不思議しゃーないよ。ウマとののしるのラインナップでお母さんがおるって違いない、もうちょっと考えてほしいんだよ ね、 ちなみになんですけど、はい、中国語もこう音が違って難しかったりするんですけど、はいはい、台湾ってローカル言語で台湾語っていうのがありまして、ちょっと教えてほしい。これがですね、やっぱイーペイさんが台湾の方ですので、はい、ぜひイーペイさんですね、ちょっと覚えてもらいます、はいはいはい、教えていただけたらと思うんですけど、はい、パティさんの台湾講座始まります。まずは簡単、簡単から、はいはい、あおよだけほだけほ、うん、上手上手、ニーハオじゃなくてだけほ、こんにちは、これは台湾語です。台湾語、台湾の南で使う方が多い、うん、へえ、だけほ、北も使いますけど、日本で言ったらちょっとまたこんにちはをもっとフランクに言ってる感じですか、やーみたいな感じ、どうなるんですか、方言とはまたちょっと違うんですけど、なんか全国で通じる方言みたいな感じになります。標準語とはまた違う、だけほだけほ、あ、いいですね。じゃあ僕が上海台北ライブの時にだけほ、すごい台湾の皆さんすごい喜ぶと、うん、台湾語を喋るとすごく喜んでくださる、だけほ、はい、次は听やぼ听やぼ、わからない、听无，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 嗯，听无，听无。あとはすみませんは、拍せ。拍せ。嗯，よく使う。拍せ、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 拍せ。あ、excuse me じゃなくて、ごめんなさいの、ごめんなさいの。拍せ、拍せ、拍せ、拍せ。听无，听无，嗯，拍せ。听无，拍せ。嗯，听无，听无。拍せ、拍せ、はい。その表情も大事なんですね。はい、表情も。ティアボー、拍せ。ティアボー、拍せ。はい、次はありがとうは、どうしゃ。どうしゃ。うん、どうしゃ。シェシェじゃなくて、どうしゃ。大きいしゃ。うん、大きいしゃ。どう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 しゃ。うん、上手上手。どうしゃ。どうしゃ。どうしゃ。あとは、今日はプレゼント。プレゼント。これここで急に、はい、台湾が有名なプレ、はい、T シャツ、はい、T シャツ、開けてみてください。はいはいはい、はい、あ、有名です、有名有名、台湾人みんな知ってます、これは。え、何、え、日本語で読めますか、なんて書いてある、読めますか、これ、え、リレシリシリシレリシレ教室、え、リシレ共作賞、利子で共作賞、本当は利子で共作賞、利子で共作賞、はい、利子でもう一回、利子で共作賞、はい、え、なに、利子で共作賞、意味は、意味は、意味は、意味なに、利子で共作賞、お前何言ってんの、利子で共作賞、さすが、リシレゴンサショウ、リシレゴンサショウ、リシレゴンサショウ、はい、さすが、お前何言ってんの、リシレゴンサショウ、はい、すごい、これなんで、なんでリシレはひらがななんですか、これなんで日本語とミックスされてるんですか、リシレゴンサショウ、発音が同じです、本当は漢字ですけど、発音、偽の偽の日本語、リシレゴンサショウ、お前何言ってんの、はい、リシレゴンサショウ。どうしゃ、すごい、すごい、さすが、リシレドンサッション、これレジェンド、覚えてください、どうしゃどうしゃ、台湾人みんな知ってます、あ、知ってるんですか、有名な T シャツ、これ着て街歩いてたら大丈夫です、大丈夫です、喧嘩にならないですか、いえいえ、大丈夫、リシレドンサッション、リシレドンサッション、ちょっと使いますね、じゃあリシレドンサッションは、リシレドンサッション、リシレドンサッション、ぜひネタでね、はい、ネタでね、ありがとうございます、ありがとうございます、ちなみにちょっと陣内さんの、はい、ネタに関してちょっといろいろここからインタビューさせてもらいたいと思うんですけど、はいはい、陣内さん、ネタ考える時って、はい、こう何か参考にされてたりとか、うんうんうん、例えばなんか最初に作られた映像のテトリスのやつとか、はいはいはい、ああいうのとかで何かこうインスピレーションがあったりするんですか、いやでも僕は一人なんで、まず一人でできるものはやっぱコンビの人ってね、漫才とかコントとか、うん、ね、誰かの掛け合いをするんで、うん、それじゃないところからまず作ろうと思って、やっぱゲームが多いのはそうですね、やっぱり一人でこうやるっていう、はい、で誰もが知ってるっていうところからスタートしてっていう感じなんで、なるほどね、うん、台本もご自身で全部持ってます、あ、もう自分で、もちろんもちろんそうです、すごいですね、でもテト
ドリスとかってあるね、こう決まったルールがあるんで、それをちょっと変えていくっていうことなんで、なるほどね、はい、まあ、そういう作り方がなんかルールがあることが多いですね。なるほどね。なんかこうちなみにこう芸人さんされる際に何かこう、うん、なんていうんだろう、先輩に当たるというのがその、うんうん、参考にした方っていうんですかね、なんかこういらっしゃったりする。いや好きやったのはやっぱダウンタウンですけどね。ダウンタウンさん、はい、やっぱ小学生の時に明石家さんまさん見て、で中学校でダウンタウン見て、ごつええ、ごつええ感じとか、ダウンタウン見て憧れてこの世界に入ったっていう。でももちろんタイプは全然違うんで、うんうん、そうですね、うん、でそこから僕もコンビで入ったんですけど解散して、はい、で一人になって、はい、だからまあ憧れてますけど、まあ、タイプは全然違うから。なるほどね。そうですね。今ネタ番組はあんまりね、あの日本ではないんでね、うんうんうん、でも僕やっぱり結構昔から子供から大人まで分かるネタを作ろうと思ってやってきて、その延長でこれやったらアジアの人も分かるんじゃないとか、あ昔はラスベガスとかロサンゼルスもやらせてもらったんですよ。すごいっすね、めちゃめちゃワールドワイドで。で韓国もやらせてもらったんですよ、はい、でもやっぱりなんか一番韓国が一番なんかこうなんか空気感があったというか、やっぱアジアなんで、はい、なんかちょっと文化は違うけどなんかなんとなく似てるじゃないですか、日本の雰囲気とか、うんうんうん、そうですね、ラスベガスとかロスももちろん良かったんですけど、なんか文法がまず違うから、ああなるほど、なんかオチを先に言わないといけないとか、うんうんうん、っていうのでやっぱアジアでもう一回やってみたいなっていう。なるほどね。それで今回昔みんなが知ってるネタっていう感じでやりたいなっていう。素晴らしい、素敵ですね。ちなみに台湾人の方も、ね、すごくこう日本人のユーモアが好きだったりして、はいはいはい、特に台湾でジネさんもちろんすごく人気なんですけれども、うん、さらにこうさらに言ってたら失礼ですすいません失礼ですこう昔ながらで有名な方といったら志村けんさんから、志村さんね、若い世代からも う,、うん、もうおじいさん世代まで皆さん知っていて、志村さんは人気なんですね、すごく人気、ね、バカ殿とか、ね、いやそうですよね。ジネさんご自身の志村さんとも、はい、ごめん、あ、いや、もちろんもちろんお仕事させてもらったことありますし、うんうんうん、僕も子供の時に見た憧れの、なるほど、もう大先輩。何かこう志村さんに関するエピソードとかってありますか？志村さんってやっぱ皆さん、はい、まあ、ほんとシャイな方っていう、うんうんうん、シャイな方なんですね。いや、もうだから僕はそこまでプライベートとかはシャイ、もうテレビ以外はもうあんま喋らない感じの方。そうなんですね。だ僕はね、そこまで志村さんとこうプライベートで飲みに行かせてもらってるはないんで、はい、なんか番組で一緒になって会話をさせてもらうと分かりますけど、でも周りの方だけど本当にもう恥ずかしがり屋の人みたいな、意外ですね、シャイな方、で女の人が大好きお酒大好き、女の人大好き、一番お笑いが大好き、なるほど、でもシャイっていう、なんか素敵ですね。でもなんかすごく職人派だと、まあ職人、ね、なんかもう喜劇王って感じですね、僕のイメージは、うん、ちなみにイーペイさんもご存知してますし、ね、してます、変なおじさん、おじさんみんなみんなやってますわ、知ってるんだ、変なおじさん、変なおじさん、あーそう、変なおじさんそこまで知ってる、すごいね。いやいや、そうですね、すごい僕も憧れた方なんで、ドリフターズ、ね、ドリフターズっていうのに憧れて、はい、一番最初にでもお笑いを覚えた人、あ、そうなんですね、だみんな志村さんの真似してましたもん、僕は小学生の時は。そうなんですね、ドリフターズの真似をして。じゃあ陣内さん一個聞いていいですか、はいはい、だか小学校の時のその土曜日の8時はひょうきん族派でしたか、うん、それとも加トちゃんケンちゃん、どっちでしたか。ねえ、あ、これね、あるんですよ、もともと僕も小学校の時はドリフターズ、はい、だからひょうきん族じゃなくて8位だよ全集、8位だよ全集を見てたんですよ、子供の時、はい、で兄貴がいてて、兄貴が5歳上なんですよ、はい、で兄貴がこのひょうきん族を見始めたんですよ。ここはちょっと大人の笑いなんですよ、はい、さんまさんとかたけしさんとか出て、はいはいはい、なんかプライベートを笑いにするみたいな、はい、女の出会った女の人のことをなんか笑いにするみたいな、はい、でこっちはコント、はい、で僕はこっち見たいのに、ひょうきん族をチャンネル争いで負けて、ひょうきん族を見てたんですよ。でもだん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 こっちが面白くなってきて、ちょっと背伸びしてるんですけどね、はい、小学校やったらわからないんですよ、はい、この間のお姉ちゃんがどうやったやないかとか、女性関係ですね、この間のナンパした女の子がみたいな話を大人がやってるんですよ、はい、子供はわかんないんですけど、兄貴が笑ってるから、なんか笑っとこうかなみたいな、まあ、だん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 このドリフターズっていうことがちょっと遠ざかっていって、
ちょっと踊り歌い合わせに対して子供っぽいなと思ってきた時あるんですよ。でもこれ大人になった時にまた改めて見たらなんて面白いんだっていう、やっぱもうずっとやっぱ面白いことをやってる、はい、時成長とともにドリフターズをちょっと遠ざけた時期があったんですけ ど、ね、でも最終的にやっぱりこう戻って、やっぱ戻ったら志村けんさんの偉大さとか、こういろいろと影響も受けて、加藤さんの偉大さとかがありますね。わかりました。最後に、ね、陣内さん、はい、もう一度こちらのねツアーの成功も祈りながら、はい、ありがとうございます。宣伝の方よろしくお願いします。いいですか、はい、2023年12月3日ですね、うん、場所はこれなんていうとこですか、中影八德大楼的演艺厅、そちらの方で、ネタの方をやらせてもらいます。まあ、ネタを8本ぐらい、うわすごい、でそのうちさっきのねちょっともっと頑張って覚えて、うん、台湾語使って、台湾語中国語使ったネタも何本かやらせていただこうかなと、まあ、大体1時間20分ぐらいの、台湾では初、台湾初です、もちろん期待ですね。初ライブをさせてもらいますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいですし、まあ、初めての方もねたくさんいると思うんで、ぜひこう生のライブを見に来てもらいたいなと。あと僕中国語で分からないかもしれないんで、一応字幕も入れるんで、分からない人はその字幕を見ながら楽しんでもらえたらなと思います。 できれば現地の方にたくさん来てもらいたいなと思いますので、ぜひ皆さん、アンリミテッドっていうのは僕はもともとリミテッドっていうコンビでやってたんですよ、うん、でリミテッドっていうコンビで 2,3 年で解散して、当時は本当にその時代は受けなくて、本当に苦しい時代、コンビ時代ってすごく苦しかったんですよ。そのリミテッドっていう時にやってたことを思い出して、逆にアンリミテッドでこう30年後、なるほど、ね、アジアで挑戦しようということで、こう無限という感じで、はい、アンリミテッドっていうタイトルでやらせてもらいます。ぜひ皆さん、お友達をお誘いの上見に来てください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで最後にですね、はい、陣内さん、特別に台湾をもっと感じていただこうと、はい、台湾のですね、はい、台湾といえばマッサージが有名な、あ、マッサージ、そうだ、僕大好きです、マッサージ。台湾のですね、うん、もう台湾の芸能人の方々がこぞっていく、はい、マッサージ師がおりまして、はい、今日は陣内さんのために、うん、ここにお呼びしております。マジですか、嬉しい。CM の後は陣内智則さんが台湾マッサージを堪能する。今晚你有空来开房吗？今晚你有空来开房吗？我们都在挑战吧大神 APP 一起开房插花碰碰红，等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。ここにお呼びしております。マジですか、嬉しい。お呼びしていきましょう。アーバンズお願いします。怪しそうやな。怪しそうな人来たな。アーバンズ民族療法士、今日は陣内智則さんをマッサージしてもらいます。前回高橋部長がアーバンズの元を訪れた際、そのマッサージのあまりの痛さに半泣きに。果たして陣内智則さんは我慢できるのでしょうか。陣内さん頑張ってくださいね。ウェルカム台湾。怪しそうやな。足こうですね。足これ脱いだ方がいいですか。脱いでいただいて。でも本当ちょっと疲れてるんですよ、はい、今飛行機で来たばっかりやし、ね、ちょっと足がちょっとこう膨れ上がってるパンパンです、ね、ちょっと健康的にはあんま良くないと思うんで、やってもらいたいのはやってもらいたい。ぜひ。ちなみに台湾でマッサージはされたことあります。ありますよ。ありますか。あ、でも こういう系じゃなかったです、ね、あもうちょっとこう優しい優しい、ね、優しい、おばちゃん系、おばちゃん系。今日はおじさま のマッサージ始めて、いやなんか怖いな、怪しいな、はい、いただいてすごく効きます。マジですか。でもマジで痛い痛い痛いもう。でも意外と僕結構やってるからね。あ、そうなんですね。痛い痛い、もう痛い、本当に痛いです、ね、あ、本当に痛いわ。あ、痛いって痛いか。あ、これで痛かったらあかんよね。怖まず序盤ですからね。何が悪い、何が悪いのこれ。なんかそういう何有問題。首、首痛い、首が痛いです。あそこ怖いって、痛い、もうこれで痛いわ。もう序盤で序盤で言われてますけど、
初版？はい、まだ初版。这里是哪里？啊，这是哪里？嗯，そこに、そこ大丈夫。そこ大丈夫。そこ大丈夫？腰大丈夫？腰大丈夫？腰大丈夫？なんかね、首と背中が痛いのね。あ、他背也会痛。这个是泌尿系。男生的。啊，あの。小さい陣内さんから。あれぐらいね。痛い。痛い。そこ何？そこ何？痛い。あ、陣内さんジュニアがちょっと痛いですね。なんかいるって。はい。いやーこれ皆さんやったことは痛いです。めちゃめちゃ本当にね。でもいや痛いけど痛いけど終わった後スッとする。はい。効果はすごくあるので。おお。ですよね、はい、ぜひもしよければあの今回滞在期間によければお店に行って体験していただきたいと思います。何そこ肩凝ってる肩凝ってる。あでも終わったらスッとすんの不思議でね。そうなんです。あちょっとこの状態で最後にですねこの状態でだよね。素敵なプレゼントもご用意させていただきましたので何これ何この状態でちょっと何このタイミングでええわ何台湾ではですね、パイナップルケーキがあっちにしてきてしまった。普通のやつだ。あ、どうしゃ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 最後ですね、でみんなであのカメラに向かってバイバイと挨拶してます。ということで今日はどうもありがとうございました。バイバイどうしゃどうしゃ。あ、痛い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 。あ你是在冲啥小？你是在冲啥？不不不，就你是在，我那冲啥小？你是在冲啥小？你是在冲啥小？对对对，冲啥小？冲啥小？哈哈哈哈哈！冲啥小？今その続けていただいてお願いします。ああ、でも全部痛いけど、痛い！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 もうやめて、もうやめて、もうやめて。看完节目还喜欢吗？喜欢的朋友们，如果有话要对我说，也在请在留言哦。